いや、これめっちゃいい。エンチャンネル。こんにちは、エンジョです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということでね、今日はね、本の紹介ですね。もうご存知の方も多いかもしれませんが、なんかネットでもね、話題になっておりまして、それはこの本でございます。はい、親鸞聖人ゆかりの地というね、これね、ルルブというね、JTB の会社なんですよね。旅の旅行雑誌あるじゃないですか。その、まあ、シリーズで、親鸞聖人ゆかりの地というね、本が出ております。これめちゃくちゃ良かったのでご紹介という動画でございます。はい、これね、ネットでもちょっと話題騒然までいかないですけど、何人かの方がね、これいいいいって言ってたんで、ちょっと自分も取り寄せてみたんですけども、めっちゃいいです。本当にね、最初漫画でね、こう親鸞聖人の生涯とかね、あったりですね、いろんな浄土真宗の行事のこととかをね、写真付きでね、ちょっとあまり見せれないですよね、これ著作権があるんでね、写真付きでね、見やすくてね、ほんで真宗で10パーってね、浄土真宗で 10個あるんですよ。有名なのは西本願寺、東本願寺ですけど、もう全部合わせて10個あるんですけど、もうそれも全部網羅されておりますし、その親鸞聖人がどのようにね、愚道されてね、関東に行かれたりしましたよね、そういうのも書いてくださっているので、まあ、親鸞聖人とか浄土真宗詳しくないねんっていう方もですね、これを見たら、まあそうなんだと分かる風になっております。でこの本がまたいいのが、お寺のことばっかりじゃなくてね、皆さんもそのお参りされても、ちょっとその周辺というかね、ちょっと観光したいじゃないですか。そのお寺の近辺には何があるのかなみたいな、そんなこともこう載せてくださってるんですね。まあ観光もして、で観光といえばご飯ですよね。美味しいご飯屋さんここにありますよみたいなのも書いてくれてるんですね。これがめちゃくちゃありがたいというね、旅ね、あんまり宗教というとね、そのもうストイックなイメージあるんですけど、やっぱりね、旅なんでね、ご飯食べたりね、ちょっと観光したり、みんなでね、楽しく行かれるのもいいかなと思うので、とてもいい本が出たなと思っておりますね。私もね、これ結構、親鸞聖人巡礼っていうのをね、やろうと思って、結構、まだ関東はね、なかなか忙しくて行けないんですが、近畿圏割と回っているんですけど、それもね、動画撮ったもの何本かありますけど、まだ動画に全部していってできてないんですけど、また概要欄にね、載せておきますけども、そういう動画も撮っております。で、この間ね、福井にね、豪昌寺っていうね、出雲寺派、新州出雲寺派っていうね、お寺が福井県本山があるんです。大きな本山があるんですけど、そこで私ね、ちょっとご法話させていただくご縁があったんで、この間行ってお話してきたんですけど、そこの福井のね、ここにも、この本にもね、書いてありますけど、美味しいものね、越前そば。ね、カニはちょっといただけなかったですけど、越前そばとボルガライスってね、なんか、なんちゅうのかな、あれは、オムライスにとんかつが乗ったかのよう、で、デミグラスソースかかってるような、もうすごい、こう、爆弾的なね、ものがあったりね。あとね、ソースカツ丼。これがめちゃくちゃ美味しい。もう福井に行ったらソースカツ丼を絶対食べてください。それもヨーロッパ圏っていうね、有名なとこじゃなくてもいいかもしれませんが、まあ、ソースカツ丼。これは本当に福井でしか食べられない。なんとも言えないね、美味しいんですよ。ソースカツ丼って最初思ったんですけど、いや、めちゃくちゃ美味しい。もう薄くてね、そう、で、ソースがね、醤油みたいなソースでも何倍でもご飯食べれるというね、私必ずソースカツ丼と、そしてあの、越前そばをね、いただくことにしてるんですけども、そういうね、グルメの情報も載っておりますので、またこの本見ながらね、ちょっとお参りしてみようかなっていう方は、ぜひね、行かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は本の紹介でしたね。本というか雑誌ですね。こういうね、ほんと気軽にね、読める雑誌なので、難しいことも、まあ、難しいかね、あまり細かい字もありますけども、まあまあ、ペラペラと楽しめる旅行雑誌であります。それで旅行雑誌を見ながら、いろんなことも勉強できて、そしていろんな情報が載っているというね、本当にいい雑誌かと思いますので、これまた概要欄にリンクをね、貼っておきます。Amazon でもこう、クリックしてね、買えますので、ぜひね、これね、もう、皆さんね、もう私もこう檀家さんにこう配って回りたいんですけどね、何せ1冊1100円なのでちょっと、というところがあるんですが、まあ、おすすめの本でございます。そしてね、この本とAmazon見るとね、この本を買った人はこんなん買ってますよっていうのがあるんですけども、小学館からですね、孤児行こうっていうね、本が出てて、なんか全巻40巻でね、これ私もこれ欲しいな、40巻揃えたいな思うんですけど、なかなか揃えきれいでっていうか、まだ買ったことないですけど、そこの18ね、18といえば浄土真宗ね、ピクッとすると思うんですが、その18巻がなんと西本願寺でですね、それがおすすめに上がってましてですね、これは西本願寺のことをまあ知りたい方が、こういうね、雑誌形式で、写真付きでね、綺麗な写真付きで読めるという、まあ、読みやすい、手に取りやすいものがありますので、そちらも合わせてね、読まれたら好きな方は楽しめるんじゃないかなと思いますので、合わせてご紹介しております。
ます。まだね、概要欄にリンク貼っておきますので、購入されたい方はまたそちらからリンク辿っていただいたら買えると思います。はい、ということで今回は雑誌の紹介でございました。こういうのね、今回本当にいいなと思ったんでね、紹介して、もちろんね、他にも紹介したい本たくさんあるんですけども、これはどなたにでもね、手に取っていて気軽に読めるという意味で、YouTube 向きかなということでね、紹介したことでございました。はい、ということでまた今後もね、こんなのも入れながら続けてまいろうと思っておりますので、よかったらまたチャンネル登録していただいて、よかったなと思ったらいいねを押していただいてですね、応援していただければ嬉しいなと、そんな風に思っております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。エンジュでした。はい、ということでね、この本がね出てるのもね、実はね来年ね2023年からですね、親鸞聖人生誕800年、そして立教開宗850年というね、大きな区切りのねイベントというかね、大法要が務まって、いろんなことが盛り上がっていく中で、出ているんですけども、来年のね大法要に向けて、またね皆さんこれもね手に取ってね、いろいろ見ながらですね、共にねお念仏喜びながら盛り上げていければいいかなというふうに思っていますので、ぜひぜひ何回も別に私これで1円もらってませんからね。はい、でもいいと思うのでご紹介したことです。はい、またよろしくね。じゃあね、バイバイ。